皆様、はじめまして、ドスさんと申します。今回はキャンピングカーについて話していきます。いやいや、とても手が出ないよって思いますよね。高級ならなおさら手が出ないと思います。でも、そんなキャンピングカーがレンタルで乗れるって言われたら、乗ってみたくならないでしょうか。しかも、今ならオフシーズン1日19,800円で試すことができます。時間も気にしないで大切な人と綺麗な北海道を旅行してみませんか。一部映像は NGC に混ざっている場合もございますが、ぜひゆっくりしていってもらえるとありがたいです。それでは始めます。こちらは日本特殊ボディさんが製作するエクスペディションイーグルというモデルになります。こちらはいすゞさんから提供されるビーカムという車両を元に作られております。こちらはダブルタイヤ、そして充電容量の高いオルタネーターを用いておりまして、こちらが 24V90A という充電能力を持ったものになっております。こちらが 2160W 換算でありまして、非常に充電能力が高いものとなっております。屋上には2枚の 300W のソーラーパネルが積載されており、マックスファン等も積んでおります。それでは中の方に入って確認していきたいと思います。まずはトラック乗ったことなくても大丈夫なように解説の方をしていきたいと思います。こちらですね、こちらが4駆の切り替えスイッチになってます。こちらをですねフリーにすることによって肉の設定になります。こちらは北海道は基本はロックで、よろしいかと思います。まずブレーキの方を踏み込みまして、こちら、四駆設定の場合、パーキングがない設定になってます。こちらニュートラルで、サイドブレーキ引いて止まるような形になってます。こちらニュートラル確認しまして、エンジン音方をかけていきます。こちらなんですけれども、プリクラッシュブレーキの装置ですね。こちら、衝突安全装置でございますので、基本、オフにしなくてもよろしいかと思います。その下が、フォグのスイッチですね。その下がですね、こちらが、ヘッドライトの上下のスイッチになってます。ECC カードが導入されていません。こちらがですね、ブザーですね。こちらがバックするときに、周囲にアラーム鳴らすか鳴らさないかの設定になってます。こちらが、こちら見たことあるかと思うんですけども、白線の踏むときのアラームですね。こちらがですね、今標準で、またぐときに、なるようになってます。こちらが広めですね。こちら超えてからですね、超えてからなるような設定になってます。はい。で次なんですけども、こちら四駆のスイッチですね。はい。こちらこれで四駆になりました。こちらですね。はい。次がですね、こちら見たことあるかと思います。こちらアイドリングカットオフですね。こちらは見たことないですかね。こちらはですね、アイドリングの回転数上がりますね。こちら暖気運転するときとかに使うと便利だと思います。はい。こちらがミラーですね。はい。こちら、ミラーのヒーターですね。こちら、トンネルとかで、曇った時に
便利なアイテムとなってます。こちら、DVD と言いまして、トラックには、すすがですね、溜まりやすくなっておりますので、そちらのフィルターをですね、クリーンにするために、燃やして、クリーンにするような、フィルターをクリーンにするようなシステムになってます。で、こちら、常に、オートで、回るんで、こちらのですね、インジケーターで出ると思うんですけれども、オートで回ります。ですが、手動で、回してくださいといったような表示が出るときは、こちらを押すことによって、すすのフィルターをきれいにします。で、こちら、フィルターをですね、クリーンにするときは、周りに何もないような、燃やすようなものがないような安全な場所に停車してから、燃やすといいと思います。その時はですね、動かないで、パーキング、こちらですね、こちらは、ニュートラルでサイドブレーキ引きまして、温まった、エンジンが温まった状態で、DVD スイッチ、押していただきますと再生が始まります。で、こちら再生中は車の方を動かせませんので、だいたい20分ぐらいで終わるかと思います。こちらなんですけれども、4駆設定の場合は、パーキングがない設定となってます。こちら2駆の場合はパーキングがあります。こちら4駆ですね。こちら下にスイッチがあるんですけども、こちらを押していただきますと、一速から発進ということで、トラック二速発進が基本なんですけれども、こちら、強い駆動力が必要な時に、こちら使うボタンとなっております。こちら押していただきますと、エコノミーモードですね。こちらがですね、シフトアップ早くして、燃費を向上させるというようなスイッチになっております。はい、それでは外側の収納関係について、やっていきたいと思います。こちら赤いシールついてまして、こちらちゃんと分かるようになってます。で、こちら給水用の蓋ですね。こちらがです。ね、給水タンクですね。はい。で、前方に行くんですけれども、こちらが大容量の収納が片側1箇所ずつついております。こちら中からですね、シートを剥がして、取れるような収納が片側ずつついております。反対側の方を回っていきまして、こちらがですね、いただければ、防水仕様の、マルチルームですね。今はシャワーがついております。はい、こちらは先ほどの収納と一緒ですね。こちら今チェーンの跡が入ってます。こちらももちろん、中から取り出せるような収納となっております。はい、今入ったところの動画を撮っております。まず入って右側にエアコン、テレビですね。そして一番最初のドア開けてみるとマルチルームになっております。こちら今、シャワーが取り付いております。車内、こんな感じになっております。はい。シンクもございますね。電子レンジもあります。はい、右側の方のところに、冷蔵庫ですね。こちらのところの下の方に、ヒーターの吹き出し口があります。こちら、聞きますと、ライトのコントロールですね。で、こちらつけますと、間接照明と、2つ照明がつきますね。こちらちょっと消してみますと、こちらが間接照明、タイプですね。で、こちらとても明るい照明がついております。
こちら、水道の、ポンプですとか、先ほどのマルチルームの、電気ですね。と、マックスルームの、マックスファンの、電源、コントロールユニットとかがついております。で、こちら一番右側なんですけれども、こちらですね、2回、押していただきますと、2段のベッドになります。ちょっと今、下の方ですね、テーブルの方を展開しております。で、こちらなんですけども、安全装置ということで、2回押していただくと作動するような感じになっております。こちらのフックがですね、先ほど入り口のところにテレビあったと思うんですけれども、こちらでもテレビ見られるように、かけられるようになっております。こちらがですね、開けていただくと、こちらですね、このような網戸になったりとかもします。はい。こちらの方はですね、1段目ベッド展開できるように、こちら、テーブルがですね、動くような仕様になっております。こちらは、ちょっと、後でカットだな。こちらシンクなんですけれども、開けていただきまして、夏場は、こちら綺麗なシンクをお使いいただけると思います。で、こちらですね、ボイラーがついておりますので、今、シャワーついておりますので、こちら使用することができます。冬は、使用はできないみたいです。こちらは給排水のインジケーターですね。で、こちらの下に、ボイラーと給水のですね、タンクがついております。でですね、こちらなんですけども大きな収納がついております。こちらなんですけどもヒーターのスイッチになります。こちら、無段階に今オフですけどもこちら回して使っていただくことによってすぐに、点火することになります。でこちら使わないときは、もちろんオフということになります。はい、これだけで、切り替えることができます。ただいま高速道でのテストをやっております。70キロ制限道路で70キロ、回転数は2000回転あたりで走っております。皆様はどうでしょうか。安定的に走っていると思います。キャンピングカーによっては空力で、やはり、左右に揺れたりだとか、まあ、そういう YouTube にも動画が皆さん拝見したことがあるかと思いますけれども、そういった風による事故などがよく取り上げられたりしますが、非常に安定的に走っていると思います。やはりこういう時は、風も強くなったりしますので、よくハンドルを、握っていただいて、急のつくようなハンドル操作だったりアクセルワークをしないようにすれば、安定が保てるかと思います。現段階、ヘッドライトの方は1段階、下に下げているような状況で運転しております。
こちらは前の動画のパートでもあったかと思うんですけども、ヘッドライトの位置操作することによってヘッドライトの向きを自由に変えることができます。こちらが今最大限下に向けたような感じになっております。最大限上に向けると多少ちょっと前の方にちょっとかかりますので、ちょっと1段階下げております。こういったちょっと跳ねるような場面でも、突き上げるような反動は一切ありません。こちらやはり伊豆さんのこのモノリコックリーフのサスペンションの方がやはり吸収しております。皆様のイメージいかがでしたでしょうか。このような感じで非常に乗用車ライクな乗り心地を楽しめるかと思います。それでは、高速道路の100キロの方のテストの方に移っていきたいと思います。それでは、今70キロの方から徐々に回転数上げていきたいと思います。今80キロです。だいたい回転数が2300回転あたりでしょうか。はい、さらに、スピードを上げていきます。はい、ただいま90キロです。回転数が2600回転ぐらいですね。はい、それではさらに回転数を上げていきたいと思います。はい、だいたい今で100キロ、回転数が2850回転ぐらいでしょうか。100キロでも安定的に走ることができます。速度超過です。はい、今ナビの方がちょっと下の道路の方の、速度超過を拾ったみたいです。今こちら100キロ道路ですので大丈夫です。はい、どうでしょうか。100キロでも非常に安定的に走っております。回転数は2800回転あたりです。ちょっとすいません、撮影者のちょっとテーブルの方も入ってるかもしれませんが、いかがでしょうか。流れに沿って走ることができます。いかがでしたでしょうか。伊豆さんのこの基本性能の高さがお分かりいただけると思います。不安定な挙動は一切してないと思います。どうだったでしょうか。今回は北海道を、旅行するにあたってのツールを紹介したわけでありますけれども、なんかちょっと
急いで撮ったなーっていう感じが伝わったかと思いますけれども、それぐらい今回こちらの旅3泊4日で借りたんですけれども、すごい楽しい旅行になったと思います。やっぱり、乗り心地、北海道長距離ですから、やっぱり腰痛くなったりとかそういうのも気になると思うんですけども、やはり石津さんの車両の作りがとて もう乗用車ライクな乗り心地になってまして、このモノリーフサスペンションがすごい吸収してくれる感じになってます。もともと石津さんのサスペンション僕は好きなんですけども、こう衝撃あった時とかにこう淡々とこう衝撃をサスペンションが逃がしてくれている印象がとてもします。坂道でもとてもトルクフルに、走っていきます。だいたい回転数は今1800回転いかないくらいで走っています。やはり長距離のドライブ旅行となるとやっぱり電気系統とか心配になると思うんですけれども、バッテリーのインジケーターついてましたが、特にそんなにバッテリー容量を減ることなく最後まで使うことができました。やはり2160W のオルタネーター、すごい早い充電ができるなって感じましたね。やっぱりこの今 300W のソーラーパネルが2枚乗ってるんですけれども、そちらも、まあ、ちょっと雪が、降ってたので、ちょっとそちらがちょっと検証ちょっと短かったのでできてないところではありますけれども、そんな使い切るところまでバッテリーのインジケーター見る限り行ってなかったので、特に、充電気にすることなく最後まで旅行することができたと思います。では北海道の自然のいいところなど、北海道のいいところなどを紹介していけたらいいなと思っております。皆様、社会人の仕事のタスクに追われてまして、学生なども今大変忙しいかと思いますけれども、北海道に来て、そういったところからも解放されるんじゃないかなって、僕は北海道の自然をしていきたいと思ってますので、ぜひちょっと疲れたなと感じるところがあったら、ぜひ北海道にいらしてみてはいかがでしょうか。今回の NTB さんのこちらエクスペディションイーグルアウトドアモデルなんですけれども、どこでも走っていけるようなデパーチャーアングルだったりとか、そうですね、そちらの方も車体とキャビンを分けることによって、ねじれに強い構造になっていたりと、とても北海道だったり、やはり冬は悪路が多いので、そういった道でも力強く走っていけるモデルとなってます。こちら、3月までは、19,800円、こちら保険の対人の対物面積保証も
加味するともう数千円かかりますが、そちらの方ネットで、載ってますので、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。まあこちらはまだ決まってはない情報とはなるので、まだ不確かではございますが、さくらという2トンハイキャブの車両があるんですが、そちらのレンタルモデルとしてクレステッドアイビスという車両がございます。そちらのですね、レンタル車両が3月からロッツ千歳 NTB さんの方にもしかしたら入るんじゃないかという情報もございますので、期待してですね、そちらの方もレンタルすると思いますので、ぜひ、レンタルしてみてはいかがでしょうか。それではおすすめスポットの紹介です。キータップ岬にあるキータップ温泉ゆうゆう様です。こちら岬の丘にあるんですけれども、町が海に囲まれてまして、夕焼け時に行きますと、一面黄金の世界ですごい綺麗なんです。でそんな景色を湯船に浸かりながら見れるなんて、すごい贅沢ですよね。そして、湯上がりにはお決まりのコーヒー牛乳とですね、フルーツ牛乳ですね、こちらゆい様にも置いてあります。こちらすごい爽やかで甘すぎず飲みやすいんですね。近くに直販している場所があるんですけれども、詰める瓶が足りないとのことなので、やはりこちら浜中町だけでしか飲めないものとなってます。ぜひ飲んでみてはいかがでしょうか。皆様掲載の許可いただきました。ありがとうございました。ぜひ今後もこのチャンネルぜひチェックしてみてください。それではありがとうございました。